マッシュミリアーノスフォルツァは1512年から1515 15年のミラノ皇。スフォルツ家の一族である。フランス王ルイ12世とフランス王は一世に占領されていた間の公家である。イルモーロことルドビーコスフォルツァとベアトリーチェとの間の長男でミラノで生まれた。ルイ12世の討伐で父が敗北し、ノバーラの裏切りで敗下である。 ウーリ州のスイス傭兵隊長のルドルフ・トゥールマンの密告で投獄された挙句に処刑された際にスイス人傭兵に守られて命からがらにマッシュミリアーノは弟のフランチェスコと共にドイツに亡命していたスフォルザ家を守護したスイス人傭兵のおかげで1512年にマッシュミリアーノはミラノ公国の指導者としての新しい地位に就いたが実際には スイス人傭兵たちが広告の真の支配者だった。1515 15年のマリニアーノの戦いの敗北の後、マシミリアーノはスフォルザ城の維持を断念し、ミラノの所有権を3万ドゥカートで、フランス王は一世に明け渡し、1530年にパリで病没した。1521年、弟フランチェスコ2世がミラノ公となり、スフォルザ家によるミラノ支配が復活した。 ありがとうございます。